こんにちは、みほりんです。いつも動画を見ていただき、歌を聴いていただきありがとうございます。今日は G メンファンの皆様待っててくださったと思いますが、待ってた G メン75第5弾パート5をお届けしたいと思います。はい、待ってた G メン75第5弾はですね、私が勝手に感想を、 G メンのね感想を勝手に好き勝手に喋らせていただいているこのシリーズなんですが、デアゴスティーニの DVD コレクションを元にしてお話をさせていただいています。前回も第5あの5つですね、 DVD が5巻揃った時点で15話見たところでの感想を好き勝手に喋らせていただいています。今回もですね、16巻から20巻の5つの DVD が揃いまして、それを全部見させていただきました。15話ですね。なのでその感想をお話ししたいと思います。いこうかなと思います。16、デアゴスティーノの DVD 16巻から20巻のお話になりますので、最初にお断りしておきますけれども、私最初に DVD を見ます。このいわゆるそのストーリーガイドというのは最初に目を通しませんので、もう純粋にお話だけを見て私なりにメモというか感想を書かせていただいているのを動画にしているという形ですので、この俳優さん、この女優さん誰かなってお名前がわからない方はちょっとこのねストーリーガイドを見てお名前を確認すると、そんな形になっておりますので、本当に好き勝手にいつも喋らせていただいているなと思いますけれども、はい、まず16ですね。第16巻、白バイ警官連続射殺事件、終バスの女子高校生殺人事件、刑事その恩師の殺意、この3話が入ってる回ですけれども、高久進さん脚本、高森隆一さん監督というですね、私ももう最初からそれだけで期待しちゃうんですけれども、でこの46話の白バイ警官連続射殺事件も楽しかったですね。なかなかね、草野刑事が主役とかメインで出てくることが本当に少ない中で、このお話ではですね、草野刑事の白バイ警官姿がなかなかイケてるな、かっこいいなと思って見てました。はい、これね、相模県警ね、神奈川県警って書けなかったんですね、この頃ね。相模県警って神奈川でしょ、まあそれはそれでいいんですけど、中谷昇さんが若いなとかね、あと結局最終的にこの最後の真相的なところがしょぼい事実でね、パトカーをタクシー代わりにしちゃまあいけないんでしょうけども、まあ、それを隠すためにちょっと白バイ警官が嘘ついちゃったっていうところのお話でしたかね。まあ、そんなことでと思ったこともありますけれども、バッドエンドでしたね、この回はね。で、47話、終バスの女子高校生さん、響慶子刑事、女 G メンが主役の回はですね、いいことが多いので、もうそれだけで期待をしましたですね。でも、また前も言いましたかね、響刑事のファッションもなかなか楽しませてくれるなと思ってますけど、赤いスカーフにストライプのスタンドカラーシャツというなかなか素敵な衣装でしたけれども、これね、これはとても見応えがあって、映画の砂の器の俳優さん、加藤よしさんでいいのかな、よしさんっていうのかな、おじいちゃんって言ったら失礼ですけども、名優でね、すごく名優で、お顔は知ってたけど私お名前知らなかったんですけど、存在感ありましたね。殺されちゃう女子高校生のね、おじいちゃん役ですかで出てましたけどね、おじいちゃんの言葉も重かったですね。正義感ってなんだろう、勇気ってなんだろうなんて少し考えちゃった感じですけど、バスの中でタバコを吸ってたチンピラを注意したことから始まる物語でしたけどね。バスの中でタバコ吸ってありえないよね。多分私もそれ注意しちゃうなと思うんですけどね。
うん、まあそれがきっかけでちょっと殺されちゃったんですけど、その女子高校生がね、響刑事を慕う女子高生が殺されてしまって、その正義感とか、その見て見ぬふりとか、その警察手帳、チンピラはあんたの警察手帳持ってるからね、あんたが勝ったんだよみたいな、そういうセリフもね、ちょっと胸に突き刺さるものがありますよね。最後はね、おじいちゃんがね、犯人刺そうとしたり、なかなか本当スリリングな展開で、面白い展開だったかなと思います。ただね、この犯人役のチンピラがね、川谷拓三さんが演じてたんですけどね、川谷さん、私も悪っぷりとかすごく好きなんだけど、この回ではちょっとね、あんまりいい悪っぷりじゃなかったので、ああと思いましたけども、でも川谷さんはね、大好きですよ。はい。でね、これはラストシーンでね、犯人逮捕の響刑事の涙がとても印象的でした。はい。この回は面白かったですね。これ番外編ですけど、この回で張り込み中のね、響刑事にドーナツが差し入れられるんですけど、ドーナツショップ、だからダンキンとかミスドとか、そういうのがすごく出始めた頃なのかなとか、あと殺されちゃった女子高生のバイト先がパスコのサンドイッチカフェみたいな感じのお店で、まあ、そういうショップも出始めた時期なのかなとか勝手に想像して、それも楽しめましたね。今は当たり前なんですけどね、ドーナツ屋さんとかもね。そんな形で見てます。はい。で、3話目の第48話、刑事その恩師の殺意、これいいですよってね、コメント、寄せていただいた方もいらっしゃいました。これ疲労がポンと取れるからヒロポンなんて聞いたことあります。どなたかがテレビでそんな話してましたけど、今でいう覚醒剤のことですか？ちょっとよくそこら辺わかりませんけどね。それがベースで、このヒロポンの売人がね、確か、西田健さんの妹さん役で出た綺麗な梅田智美さんが、やだ、なんでこんなヒロポンの売人役で出てくるのと思いながら見てました。悪役でしたね。でも悪役が似合わないぐらい綺麗なお顔でしたからね、そこもちょっとまあ見応えはあるんですけどもね。で、ストリッパー役の女優さん、諫山ひろ子さん、綺麗な方ですね。この方ね、本当綺麗な方、よくお見かけする女優さんですけど、まあ、若い頃って言っちゃいけないんですけど、とてもお綺麗な方、チャーミングでしたね。踊りも良かったし、ですね、ごめんなさい、恩師その殺意っていうところも、まあ、ね、教え子も大人になりますからね、みんなそれぞれの人生を歩むのでね、まあ、しょうがないのかなと思いますけど、楽しい時代が小学校時代のみだったっていうところがちょっと切ないかな、大人になったらね、もっと楽しいこといっぱいあるはずなんですけどね、なんて思いながら見ました。この48話、DVD 第16巻はこの3話の中で一つ選べ。はい。もう真ん中の第47話、終バスの女子高校生殺人事件に決まりですね。とても良かったです。はい。続きましてですね、 DVD 17巻、これも3話、土曜日21時のトリック、湯の町午前0時の殺人、刑事訴訟法47条、女子大生ジャック、この3話ですね。49から51話、第49から51話、3つですけれども、これもね、なかなか面白かったですよ。一番最初に入ってる、ね、第17巻の第49話、土曜日21時のトリック、池田雄一さん脚本、佐藤純也監督、これもね、楽しい、ちょっと期待しました。はい。で、またこれね、響刑事の主役の回なんですよ。だから絶対期待できるんですよね。なんでだろう、そういう作りにしてるのかなと思いますけども、これね、もう最初からね、面白かったですね、展開が。取調室でね、弁護士さんに対して結構ね、強気なんですよ、響刑事が。珍しく。響刑事ね、ずっとこれまでね、優しいな、ちょっともどかしいなってシーンも多かったんですけどね、すごく強気で、あ、珍しい強気だなと思って、いいね。ペーパーナイフを負けじと机にドスッと突き刺した時は、ふーって感じでしたけど、もうほんとなかなかね、ムカつく弁護士さん。でしたね。内田浅尾さん演じた弁護士さん、なかなかムカつく。ランチにうなぎを要求してくるとかね、食べ終わった後の多いお茶っていうのもなかなかふてぶてしいけど、こういうの私好きなんですよ。いいねと。で、ドラマを盛り上げるでしょ、こういう悪役さんとか、ふてぶてしい役があるからこそ面白いんですよね。特に G メン、いいぞ、
と思って見てました。声が響くね、取調室での2人の攻防戦が本当に見物の回でした。あの途中弁護士の方がね、立場が上みたいなマウント取られたなっていうようなあのシーンもあったりするんですけど、本当にね、あの楽しかった。ただ川底をね、さらう捜査シーンでもう響刑事が白いんですよ、衣装がね。あ、汚れちゃうなぁといらぬ心配をしながらいつも見てますけれども、ジーンズ姿とかダメなのかな、やっぱり決められてたんですかね。やっぱり美しいからね、まあ、美しい格好すれば美しいんだけど、まあ、ジーンズも絶対似合ったと思うのにな、きっと素敵だと思いましたけどね。まあ、で、あの、よく役で出てくる方で、この回ではね、目撃者のため子っていう、ため子ってなんだ、まあいいや、ため子、目撃者役のね、ため子っていう役で、あの出てくる俳優さん、いいんだよね、イケメンじゃないんだけど、あのいいんだよ、顔がイケメンじゃないけど印象的なの、すごく。どの回だったかで薬中ね、薬物中毒役の人で出てきて、すっごくいい味出してた人、もう名前が分かんないんだけど、こういうのがいいんだよね、 G メン、この人使ってるところがね、すごく G メンいいなと思った。で、あとこれラストシーンね、あの鳩時計の鳩ポポさんについた血、あ、まあいいかっていうところで、あのこの物語はね、あのなかなかのスピード感で傑作だったと思います。このふてぶてしい弁護士役の内田沙央さんでいいのかな、名前、私間違ってないよね。この方の存在感がまた良かったし、あ、響刑事が強気だったところもね、すごくこの物語良かったですね。はい、で2番目、第50話、湯の町午前0時の殺人、あの冒頭の温泉街のシーンだけでもいいです、これ。で、藤木優さん演じる山田刑事が主役の回だから人情ものかなと思ったら、やっぱりって感じでしたね。親友のために動く山田刑事、優しいな、血まであげちゃうんだよね、これね。怒っても優しい顔してるんだよね、藤木優さんがね。だから藤木さん好き。あとこれはあのゲストの女優さんが吉行和子さんなんですけど、着物が似合うし、このくたびれ加減がね、とてもね、いいなと思って、可愛らしい感じとお色気が同居する女優さんなんですよね、この方ね。昭和の温泉街見るとね、本当に懐かしいのと、まあ、ゆすられるネタなんですけど、今これゆすりのネタがね、あの今だったらもうゆすりのネタにもならないですよ。どこの生まれだとか、親がどうとかね、どういう生き方だとかね、そんな本当今だったらゆすりのネタにもならないんだけど、当時はなったのかなと思ってね、あの見た回でありました。はい、で3つ目、刑事訴訟法47条、女子大生ジャック、おてんま娘が誘拐された話で、あの片山総裁の息子で秘書役の俳優さん出た、イケメン、久々に南條達也さんでいいの、南條龍也さんじゃない、達也さんでいいのかな、出たね、ハンサム。これまでのハンサム、中野聖也さんとか西田健さんがね、また最近出ない、違うタイプなんですけどね、これっきりかな出るのと思って、ちょっとまた見たいぞと期待しました。で、これ総裁役の金田龍之介さん、これ当時47歳なんだって、後で読んだ時に、これすごいな、私より年下じゃんと思って妙なショックを受けました。で、この犯人兄弟のお兄さんの方、多分の俳優さん、新倉博さん、またこの人もワイルドハンサムでね、デニムが似合いましたね。またね、響刑事が手錠でつながれちゃうの、結構響刑事手錠でつながれるシーン多いんだけどね。はい、で丹波さんの息子さんも出てらっしゃいましたね。今回ね、シュッとしたデニム姿でとても良かったですね。でもまた死んじゃうんだよね、いつも死んじゃうんだね。はい、というところの第17巻3話でしたけれども、この中のね、ベスト1、土曜日21時のトリック、もう響刑事とその弁護士のこの攻防戦、スピード感抜群でしたね。なので17巻はこの土曜日21時のトリック、ベスト1決まりです。はい、どんどん行きましょう、時間がかかる。はい、 DVD 第18巻、これは唇の中の拳銃、殺人ドライブの謎、密航船、これとタイトルがね、シンプルな3つが揃いましたがね、第52話から52、53、54の3つが入っている第18巻ですけれども、はい、これですね、第52話、唇の中の拳銃、これね、面白かったですよ。
って言ったらね、また響刑事が主役なの、これもね。でまた期待しちゃうと思って、ブルーのツーピースが素敵なんて書いてありますけど、熱海温泉がね舞台のお話でした。熱海が盛り上がってた全盛期なのかなと思います。ホテルニューアカオさんはなんか閉店ね閉めたなんてお話噂を聞きましたけど、個人的にね熱海とか伊豆半島は大好きで、よくねドライブに行きました。はい、またね響刑事いきなり襲われちゃってね、必ず痛い思いするんですよね。ちょっとかわいそうになるぐらい、響刑事主役の回はなんか痛い思いすることが多くてお気の毒だなと思って見てたりするんですけど、で一人で頑張っちゃうんですよ、ね、響さん一人で頑張っちゃう癖があるのかな。でアップが多いの、ね、カメラワークでアップが多いの、綺麗だね本当ね。はい、小林稔侍さんおなじみでね出てくるんですけど、この時はね白衣で、いわゆる何科捜研の人みたいな感じでした。珍しい。ただ今回はもどかしくてね、やられっぱなしなんだよね、響刑事が。もう稽古頑張れっていう感じで見てました。思わず叫んでましたよ、私も頑張れもうってね言ってましたけども。またこのストリップ役のね悪役の女優さんがまた綺麗な方でね、杉本美紀さん、海岸での戦いというのかな、海岸での黒い服のその彼女と白い服の響刑事、そこにカミソリの赤い血が出てきてですね、この黒白赤の三色効果、この色の効果がドラマティックだなぁと思って見てました。これ最終的にね、女の誇り VS 刑事の誇りっていうような感じでしたかね、最後のシーンの方になるとね、なかなかいい対決でしたね。どっちの誇りもなるほどと思いましたけど、ただこの杉本美紀さん演じる犯人のね、犯人が最後黒木刑事に撃たれちゃうのよ。ちょっとねそれ私かわいそうだなあ、撃たれちゃうの、ちょっとかわいそうと思いましたね、この回はね。はい、真ん中殺人ドライブの謎。はい、高森隆一監督が続きます。これ小田切刑事主役の回、女性陣の存在感が大きいんですよね、 G メンはね。でこの長沼明子役の綺麗な土井勝恵さん、これ印象深い女優さんですよね。ちょっと土井勝恵さんはちょっと私美堀の評価がとても高いグッドな女優さんなんですけど、これ殺人の条件、あれ何回目だったかしら、殺人の条件のフラメンコダンサー役も非常に良かったですよね。で今回は馬に乗る人を、ファッションも素敵でしたけども、この中で飲み屋って出てくるの、飲み屋って飲むじゃなくて、カタカナで飲みって書くのかな、飲み屋って何何なんでしょうか、今言います飲み屋って何だろう、何ですかね、どういうことでしょう、コメントください。小林稔侍さんね、前回に続き白衣の科捜研、科学捜査員、今後もそれで行くのかななんて思いました。夏木陽介さん、乗馬がお得意なんですね。あれだってスタントマンじゃないでしょ、ご本人が乗ってるんだよね、あれね。すごく素敵でしたね。ハンサムで乗馬がうまい、もう最強だね。はい、で土井勝恵さん、やっぱり踊ってくれたね、最後に踊ってくれた、踊りが得意な女優さんなんでしょうか。前回のフラメンコダンサーとは違う踊り、夜のセクシーダンスでしたけれどもね、それはそれでね、すごく素敵でした。乗馬姿のね、ちょっと上品なイメージとはちょっと打って変わって、ガラッとね、ここで変わりましたので、そのギャップがあってね、最後物語をすごく飾りましたね。だからちょっと見栄を張ったね、女性の生き方っていうのがクローズアップされましたけど、ありのままでいいと思いますよ。ね、飾ると疲れますから、この主人公のようにね。で、疲れちゃってなんかとんでもない方向に行っちゃいますから、その人のままでいいんです。はい、という形でしたね。はい。で、54話、密航船、シンプル。じゃじゃーんと海のシーンで始まるんですけどね、大きな船が舞台かなと思いましたけど、須坂刑事が主役。大好きな、私の大好きな横浜が舞台です。住んでるわけじゃないんですけど、横浜大好きなんですけどね、横浜が舞台。ジャズを愛するトムが運び屋のはずがないと期待しながら見るんですけどね、ケンちゃんが山下公園でトランペット吹くんですけど、海とね船の背景がよく似合いますね、トランペット。はい、ケンちゃんの彼女ナオミ役の鶴間エリちゃん、思わずちゃんと消しちゃいましたね
鶴間絵里ちゃんだって、鶴間絵里さん可愛い人ですね、すごくチャーミングでね、と思ったらこの直美ちゃんが売人だったの。可愛いのにね、殺されちゃったんだよね。アメリカマフィアなんてのが出てきたので、このトムもやられちゃうなと思ったらやっぱりやられちゃったね。まあ、怒りに燃える蔦賀刑事ね、きっと最後ね、あの想像にお任せしますで終わったんですけど、撃っちゃったと思います。はい、でエンドってことですね。なかなか3話ともね、あの本当に見応えがありました。でこれはね、1個目2個目のその熱海の海岸のね、響刑事とこの女優さん、綺麗な女優さんのこの戦いも良かったし、私この殺人ドライブの謎もう良かったんですよね。この土井克恵さんも出てたしね、どうしようかなってすごく悩んだんですけれども、この間ではですね、第52話、唇の中の拳銃、やっぱり熱海が舞台の響刑事が非常に頑張った、あの海岸で黒い衣装白い衣装赤い血というところがすごくドラマティックで良かったなと思いますので、もう最後撃たれちゃってちょっとなんかかわいそうっていうのもあったりして、すごく見応えがありましたので、18巻では唇の中の拳銃に決まりです。はい、どんどん行きましょう。DVD 19巻、これは G メンの首、魚の目の恐怖、刑法第11条公衆刑その後の3つのお話。これタイトル見ただけでなんかこの中で1つ選ぶの大変なんじゃないかなんて予想して見始めました。この55から57話ですね、この最初に入っている第55話 G メンの首、このタイトルからして期待しちゃうよね。 G メンの首なんだそれって思って見始めました。冒頭からね、また響刑事が狙われてるのと思って、また響刑事主役の回ならとまた期待して、でタイトル首期待ワクワクということなんですけどもね、なんかね、変なね、女が出てくるんですよ。その女優さんも何回かお見かけしてるんですけどね、首が欲しい、首をちょうだい、首をちょん切ってなんて、刑事に人殺し頼むかっていうところなんですけどね、この電話のお姉様ね、はい、稲野和子さんですかね、どっかで私、どっかでなんかお母さん役やってたかなと思うんですけど、まあそれは置いといて、また女同士の戦いが始まりましたところなんですけどね、この回ね。この首の人形、電話ボックスに置き忘れる。しかもそれ抱きかかえてつけ回すんだよね、響恵子刑事を。このお姉様のね、ファッションも素敵でしたね。だけど不気味ね、話し方も独特で。だからそういう人を使うのがやっぱり G メンだよね。素晴らしいで、首抱えて歩いてるんだよ。でもまあやっぱり綺麗なんだけどね、この方も。はい、で墓地で逃げられちゃったのよね、あの時捕まえればよかったのにとか思いながら、やっぱりもどかしい思いで見ちゃうんですよね。頑張れ響稽古で、人形だった首が本物だったってとこでもさすが G メンやるな、ひねるなと思いましたね。なかなか今だったらああいう首もね、ほんともっともっと生々しく作れるんでしょうけど、この時代の本物の首がホルマリン漬けになってるよっていう状況だったんだろうけど、よかったですよ、非常に不気味で、うん、という回でした、ね。ただ響刑事がね、その結局狙われてるのが黒木刑事なんだよね。でなんか黒木刑事を撃っちゃうのかっていうぐらいまで行くんだけど、しっかりしろ、しっかりしてと思いました。はい、はい、真ん中56話、魚の目の恐怖で、タイトルがなんだろうと思いますよね。もうタイトルで何って期待させて、ワクワクしちゃうっていうところで、おなじみ谷村さん、この演技力私すごく買ってます、この谷村さん。この方がですね、谷村さんが演じるのが精神疾患役なんですね。なのでますます期待っていうところなんですけど、この谷村さんってなんか申し訳ないけど、まあ、普通のね、優しそうなおじさんに見えるんだけど、まあ、そこで親しみを感じるんだけども、だからこそぐっとちょっと物語にね、引き込まれていくというか。でしかも刑法第39条を悪用した極悪人という設定でいいですかね。これまでにない犯人なんですよね。普通、見た目普通だからなおさらね、それが極悪人なんだっていう、そのギャップとね、山田刑事がね、それを追い詰めていくわけですよ。山田刑事久しぶり。もうただ山田刑事が主役の回ってテーマが
重くてデリケートだなって思いました。今回は刑法39、前回はそう被害者、犯罪被害者を焦点にしたちょっとテーマが重い物語だったと思いますけどね。で、魚屋の親父がまた似合うんだよね、このね、谷村さんが魚屋さんの親父が似合う。ただ魚の目玉をね刺しまくるシーンはちょっと危機迫りますよね。だからそういうのを子供が見ると怖がって怖くて残るのよ、記憶に、脳みそに。で、目っていうのがね前編に出てくるんだけど、散りばめられてねぐいぐい引き込まれていくんだけども、これね子供を怖がらせた回だと思いますね。刑法第39条を悪用した極悪人だったんですけれども、最後はね私の感覚ですよ、本当に目を恐れて、目ね、目を恐れて生きてきた証がラストシーンで出るのかなと思いまして、でも本当にマジ最後おかしくなっちゃった表情で、すごいな谷村さんと思って見ていました。すごい見応えありましたね、これね。タイトル通り、タイトルでワクワクさせてくれた通り良かったです。57話、刑法第11条公主刑その後、これ良かったんですよね。前回その後じゃなくてその前のお話がねとても良かったんで期待して見させていただきました。これね、死刑執行もリアルに描写されているので、まあ子供たち、まあ私も含めてですね、その当時の子供たちには衝撃、悪いことしたらこうなるんだよって思ったんでしょうね、きっとね。だから G メン、子供の教育に一役買ってたんじゃないかなと思います。多分怖い刑事ドラマってね言われてたと思うんですよ当時、うん、だけどやっぱりそういうのはね、まあ、リアルに見せてもう良かったのかなと思いますね。今あんまりそういうリアルに描写したものってないですよね。なんかそういう決まりがあるんですかね、ちょっとよくわかんないテレビの世界は。ただ G メンはねそういうところも本当にリアルに描写されているのでとてもいいなと思っています、いつも、うん。で、殺されちゃったおかみの一人息子、南條達也さん、出た出た、出てくれた。最近中野聖也さんにね会津寂しい思いをしていたので、南條さん出てくれたわと思いましたよ、はい、ね、多分これ犯人板前さんかなと思ったら、ああまあそうでしたねと思って、もうさあ死刑囚助かるか、前回間に合ったよね、ギリ間に合ったのよね、だから早く早く、今回も間に合うんだよね。でも分からない、 G メンだから今回は間に合わないのかもしれないと思いながら見ましたけど、はいね。で、これ間に合ったんだよね、うん、ギリギリ間に合って、そうそう、あ、よかったね間に合ってって、そう思ったんだ、そうそう、よかったよかった。で、この回でも私一押しの脇役の俳優さん、お顔のとても印象的な方、この回ではね取り調べで、ね、殴られ蹴られかわいそうな役でしたけれども、ポルノの撮影してたねおじさんでしたね、役がね、いい味ですね、ほんとね。この3つの中からもう一番良かったやつ、はい、第19号では、うん、G メンの首も良かったんだけどね、やっぱりこの回では魚の目の恐怖でしょう。はい、決まりです。はい、じゃあ今日のお知らせする最後の巻ですかね、 DVD 第20巻、はい、樹海に消えた白骨死体、東京沖縄銃弾捜査網、暑い南の島、沖縄の幽霊、58、59、60話ですね、最初から数えて、この3つが20巻に入っています。これ第58話、樹海に消えた白骨死体、これは津坂刑事が主役の回でしたね。親友の警察官が撃たれてしまったというところで、まあ、最初自分がね撃たれてるんですけどね、その人に、そういう回でしたね。いつもね撃たれて倒れるシーンがすごいスローモーションになるんですよ、人命なんか派手でいいですね、うん、いつもそう思って見てます。その樹海が舞台で、背広で樹海をかき分けて進むね、津坂さん見てるだけでちょっとこっちまで閉塞感、おまけに罠にかかってね足負傷みたいな、ちょっと大丈夫かなこれからと思ったら、樹海に暮らす兄弟というか、兄弟じゃないんだけどという設定がまたミステリアスでいいなと思いましたね。山小屋の朝ごはんのシーンはなんかちょっと妙な感じでしたけれども、どうなるのかなこの物語と思って見てたんですけど、あ、なるほど、ヘリのね墜落現場が樹海にあって、そこのお金を引き上げると、そのためにその2人が山小屋に隠れていたんだっていうところですけれども、
面白かったです。ストーリー的にただ単純に面白いなと、なるほどねと思って見てましたけど、ちょっと白骨死体ってどこにあったかな。私見逃した白骨死体と思ったけど、白骨死体そのもの出てないですよね。うん、最後山小屋が燃えたから、それで白骨になったっていうことでいいですか。そういう理解でいいですかね、この回は。あれ白骨死体どこ行っちゃったと思ったけど、それでいいですよね。私白骨の残像ないよ。まあいいや、私が見逃してたら教えてください。はい、もう一回見ますんで。はい、で真ん中この59、60続きものなんですね。3部作でこれ21巻に続くんですけど、59話東京沖縄銃弾捜査網、この回から主題歌が追走に変わっております。もうそこだけおおっと耳にふっとね、追走が飛び込んでまいりました。後で読んだらね、これにも書いてありましたけれども、BGM でね、もう追走が入った途端、あ、もう この回から追走なんだなと思いましたけど、米軍アメリカ占領下の沖縄暴行事件、すごい重いテーマだな。でもこれどう展開していくのかなと、もちょっと少しね気持ちを引き締めて見ました。で続くって出て、あ、続くのね。これは3部作の序章という形で見させていただきました。響刑事が沖縄に飛ぶと、リゾートかって一瞬思う時もありましたけれども、仕事ですよ、あくまでも仕事で沖縄に行きましたね。でアップにしてるのね、響刑事髪の毛をね、アップにしてるのも、ね、素敵ですね。はい、追走の話、主題歌の話になりますけど、追走、面影もすごくいいんですけど、私この歌すごく好きですね。いい歌ですよ、とってもいい歌です。はいはい、なのでまあいいや、第60話この間で最後だから、今回のこの動画の締めになりますね。この物語第60話、暑い南の島、沖縄の幽霊。また3部作なんですけど、前のタイトル使わないのね。前のタイトルその2とかさ、2とか続とかさ、つけるのかなと思ったら全くタイトルが違うんで、パッと見るだけで、あ、違うお話なのかなと思いますけど、3部作の2話目になります。急にさ、本当日々刑事が変えそうなんだけど、この米兵2人に襲われるじゃないですか。ね、本当にさ、殴ったり蹴られたりも乱暴されて、さらに受難、頑張れ稽古っていうね、白い服がもう無残でしたよ。もうやり返せと思いながら見てましたけどね。もうやられっぱなしでね、とりあえず私も悔しい思いをしました。でこの沖縄の刑事さんに、あなたはハブみたいな人だって言われたんだけど、ハブみたいな人ならもっと強いよねと思いながら、踏んだり蹴ったりでね、大変な目に遭ってんのに、ハブかよ、そもそもこんな美しいハブはいませんと思ったんですけどね。でやっぱりその沖縄のその当時のですよ、当時のその沖縄の現状だとかを聞いては、ひでえ話だなと思いながらね、見てましたけれども、もう響刑事、受難続きの上に、そのおばあちゃんに鎌でさ、切られそうになるじゃない、後ろから。で響刑事何も悪くないんだけどね、筋違いも甚だしいな、この沖縄の家族と思いながら見てたんですけど、それでその帰りにさ、いきなりさ、ハーブが飛んできてさ、噛まれちゃうのよ。ちょっとどうと思ってさ、もう殴られ蹴られて、鎌で殺されそうになって、今度ハーブに噛まれちゃってっていう、まああと脱水寸前だよね。これ夏なんですよね、実際にね。もう暑そうなのよ、見てて汗かいてて。でペットボトルなんか当時ないじゃない、だから水分補給もできなくてさ、見ててさ、ちょっと早なんか飲んだ方がいいわよ、飲んだ方がいいわよってずっと言ってるの、私。脱水起こす、脱水起こすって言うんだけど、まあ、多分脱水寸前なのよね。ちょっとフラフラっていうような感じもあったじゃない。それで最後ハブよ。もうちょっとこの仕打ちの連続にね、ちょっと私怒っちゃいましたね。ちょっとかわいそうじゃない響刑事。でこの私の怒りのボルテージでちょっとね、この話を一番にします。とりあえずこの3つの中では、はい、第20巻はこのちょっと私がね、うわーっとちょっと私の怒りがこみ上げてきてた、こう興奮してしまったみたいなところで、はい、第60話3つ目ですね。暑い南の島、沖縄の幽霊、これが第20巻のベスト1ということに、はい、なりました。いかがでしたでしょうか。第16巻から20巻のそれぞれの1番を選んで、5話選んできましたので、これでですね、次回
31から60の30話の中でベスト1を決めたいと思います。まあだからエントリーは各号のナンバーワンということで、今日お話しした5話と前回パート4でお話ししてる各号の1番だから全部で10話あるんですかね。10話の中で1番を決める、すごいな。そんな感じでいいですか。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本当にすいません、みほりんが勝手に話しているかなと思いますけれども、どうぞよろしくお付き合いいただければと思います。はい、これを見てくださっている方の中には私の歌まで聴いてくださっている方もいるかと思いますが、歌の方も張り切ってアップしておりますので、お時間ありましたらぜひ聴いていただけるとみほりんとっても嬉しいです。よろしくお願いをいたします。ではまたパート6で30話のベスト1を決めたいと思いますので、お目にかかりたいと思います。みほりんでした。またねー。